18条をつ、山本周五郎、1。そのことの起こる5日前、最上所兵は妻の綾にやけどをさせた。霧色で手が滑って湯釜を転覆させたとき、ちょうど綾が火箸を取ろうとしていて、その右手の先へ熱湯がもろに被ってしまったのだ。叫び声を上げたのは脇にいた母の鯛であった。綾は何も言わず、小兵衛は老狽して、 すぐに薬箱を取りに立った。カーはアの手にあり合う布を巻き、火傷の手当てなら知っているからと、女中を呼びながら台所へ行った。そしてうどんコースでこねたものを作り、それをアの手へ塗って、上からさらし木綿を巻いた。悪かったね、俺の粗骨だ、と小兵は繰り返しわびた。後にならなければいいが、大丈夫だろうか。大丈夫ですとも、 気丈な彩は明るく微笑んだ。湯をかぶっただけですもの、そんなに大げさにおっしゃらないでください。結婚して2年、まだ子を産まないせいか、彩は22歳になるのに娘らしさが抜けていない。実家の安田は300国の寄り合い職で、父のカン左衛門は隠居し、家督した長兄の又次郎には2人の子があった。彩は5人兄弟の3番目であり、 ゆいひ人の女だったから、厳しいしつけとともに、甘やかされて育った明るさと、のんびりした楽天的なところを持っていた。最上化は230席。亡くなった父の与左衛門は大番頭で感情型取締りを兼ねていたが、正は小兵は氷奉行が兼務であった。姉がいたのだが生まれるとすぐに死んだそうで、 彼は一人息子だから、あまり丈夫でない母は後の子が望めないと思ったのか、特に大切に育てようとし、父は反対に、そんなことでは侍にはなれぬと言って、ことさら手洗いしつけをした。そのためか、それとも生まれついた性分か、彼は幾分神経過敏で、こらえ性のない欠点があり、自分でもそれを貯めようとして、父の死ぬ前には、 永平寺へ行って百日ほど散禅したこともあったし、今でも禅に関する書物は熱心に読んだ。綾の手は夜になると痛みだし、小兵は無理に医者へ行かせた。及川玄智という祖父の代からかかりつけの老いで、武家町から人またぎの松屋町に住んでいた。女中を連れて行った綾は、帰ってくると母のいないところで、手当が間違っていたため日ぶくれになるそうだと告げた。 うどん粉を素で練ったのは、筋の腫れや何かに使うので、火傷にはかえって悪いのですって、とあやは言った。茹でも塗って布で巻いて、すぐに来れば火ぶくれにはしないで済んだ、と言っておいででした。すると後になるのか。できるだけのことはやってみるそうです。でも先生はね、とあやは肩をすくめながら忍び笑いをした。もう結婚していることだし、 片和になるわけではないから、後ができるくらいどうでもよかろう。それより早く子を産むように心がけるがいい、ですって。のんきなじい様だ、小兵衛は笑わなかった。手の先のことだからな、ひっつれになると困るよ。五六日は通って来いと言われたそうで、毎日一度朝の片付け物が終わると、あやは女中を共に松屋町へ通った。 こうして、五日目になった日の夜、およそ十一時過ぎた頃に、伊原友三郎が逃げ込んできた。カーはもう眠った後で、あやも寝前へ入り、小兵衛も自分の寝間でヤグに入ったまま、駅南録の,の一冊を読んでいた。窓の戸をそっと叩く音を聞き、外で呼びかける囁き声を聞いて、小兵衛は起き上がっていった。誰かいるのか、と彼は言った。入れてくれ、 伊原だ、と外で答えた。伊原友三郎だ、人に知れては困る、静かに、早く頼む。縁側へ回ってくれ。こっちだったな、わかった。小兵は寝巻きの上へ羽織を引っ掛け、襖を開けて今から縁側へ出ると、橋の雨戸をそっと滑らせた。外は雪で、庭の木も石、道路も真っ白に覆われ、なお激しく降っていた。 伊原は戸の開くのを待ちかねたように、雪まみれのまま縁側へ転げ込み、そこに横倒れになって苦しそうにあええだ。大変な血だぞ、と小兵が息を引いていった。どうしたんだ。頼む、庭の血の跡を消してくれ、と伊原はささやいた。裏の軌道から入った、川の中を歩いてきたから外はいい。軌道から中には跡があるかもしれない、頼む。 小兵はそのまま飛び出した。間もなく戻ってくると、羽織を脱いで足を拭き、体の雪を払いながら、妻を起こすために寝まへ行った。伊原友三郎は妻のいとこに当たるし、そうでなくとも妻の手を借りなくてはどうしようもないと思ったのだ。じ。傷は脇腹に二箇所、一つはほとんどかすり傷だが、 一つは相当な深手で、医者の治療を要することが明らかだった。しかし、伊原は朝まで待つと主張した。追手が出ているから今はダメだという、夜が明けるまで急場の手当だけで辛抱しようと言い張った。アは傷を見た時ちょっと青くなったが、すぐに気を取り直した様子で、貧瘍に立ち回り、小兵の不器用な手当ぶりをよく助けた。 伊原は絶えず子飼いの物音に耳を澄ませていて、何か聞き止めると反射的に神経を緊張させ、目をギラギラ光らせた。ご聖堂のためある男を切ろうとして失敗した、と伊原は告げた。だが何も聞かないでくれ、西条には関わりのないことだし、事情を知らなければ紛争にも巻き込まれずに済む、佐野を。いやある人物を切ろうとしたといったことも、 この場限り忘れてもらいたい、分かったな。しかし、これからどうするつもりだ。様子を見て江戸へ行く、俺はここで捕らえられたり死んだりするわけにはいかないんだ。俺は大事な体なんだ。そう言って彼は小兵を見、綾を見た。俺が江戸へ抜け出せればよし、さもなければ取り返しのつかないことになるだろう、ことによると。いや、口でこんなことを言ってもしようがない。 ただどうか俺が江戸へ脱出できるように力を貸してくれ。傷に触るといけません。もうお話はなさいますな、とあやが言った。少しでもお眠りになる方がようございます。私たちでな似か良い方法を考えますから。イハラをシ兵衛の寝間に寝かせ、二人は綾の寝間へ入った。それからほとんど眠らずに、イハラを脱出させる相談をし、 外が白見始めたのに気づくと、下男のカスケを松屋町へやって、追いかわに往診を頼んだ。母のタが誤って手に怪我をし、出血がひどいからという理由で。源知郎が来るまで、小兵は庭へ降りて結婚の始末をした。母には告げたが、菓子や飯使いたちには、できる限り知れないようにした。伊原は、追っ手が出ている、と言ったので、 街には騒ぎが広まっているものと思ったが、源地郎は何も知らない様子で。友人と口論の上誤って怪我をした、ということを疑う様子もなかった。刀傷は吟味され、場合によっては死闘のお咎めを受けます、と小兵が言った。それで母が怪我をしたと申したのですが、どうかこのことは内分に願います。岡宝26条によると、 侍の刀傷は大目付へ届け出なければならない、と及川医師は言った。それがこの領内の医師の義務になっているが、私はもはや余命いくばくもない老骨だ、どんなことがあっても口外しないから安心するがよい。そして明日また来るが、縫合した傷口を動かさないよう、特に注意しろと言って帰った。小兵は帝国に途上し、役所で事務を取りながら、 何か噂が聞けるかと期待していたが、平成通り変わったこともなく、下場するまでそれらしい話さえ出なかった。伊原にそのことを告げると、かえって不安が増した様子で、すぐにもこの城下から出たいと言い出した。傷は塗ったから、あとは公約とさらしの取り替えだけすれば十分だ、と伊原は言った。そうでなくとも、城下を出てから必要なら医者に書か,かれる。 今夜のうちに抜け出そう。伊原はそう主張して聞かなかった。そこでその夜半、小兵は伊原を背負い、必要な金と品物の方を綾が持って、裏木戸から家を出た。夜空は晴れて星が一面に見えたが、地面は雪が五寸くらいも積もっているため、木戸を出たところで小川に入り、流れの中を地蔵橋まで行った。流れは早いが水は浅く、 そこは小石混じりの砂だから、歩くのに苦労はなかったが、イ原を背負っている小兵は、重いのと緊張とでへばってしまい、むく中に霊感を書いた。その橋には長ない、すぐ傍らに地蔵堂があるので、俗に地蔵橋と呼ばれているのだが、小兵はその地蔵堂でイ原を下ろし、悩まちへ籠を頼みに行った。その籠屋の八重門というのは、 元西条家の下僕を務めていたもので、今務めているカスはそのせがれであった。事情は話せないが極秘で頼むと言うと、この八重門の首でも差し上げましょうかと笑い、どんな理由にしろ秘密は守ると誓った。籠屋を伴って戻ると、綾はそこから家へ帰らせ、小兵箱館山の上まで、伊原の乗った籠を送っていった。例は言わない。 と別れるときに伊原友三郎は言った。西条のしてくれたことは俺のためではなく、藩全体のためなんだ、間もなく全てがはっきりするだろう、間もなくな。2、5、6日のち、綾の里の安田で長兄が中老職に呼び出され、大目付の立ち合いで吟味を受けた、ということが伝えられた。議員味の内容がどんなことだったか、厳しく公外を禁じられたそうで分からず、 次に原田十内と伊原屋へ、同じく娘の七尾が呼び出された。原田十内の妻は安田貫五左衛門の妹で、綾のおばにあたり、友三郎は原田十内とおばとの間に生まれた二人兄弟の弟であったが、伊原へ婿に行って七尾と結婚した。伊原八重は友三郎の義母であり、以上の三人は常駐留め置きになった。 これらの他に、十数人の家臣が吟味を受け、常駐とめ置きになった者の,の中には、住職もいるなどという噂さえあったが、何一つ公表されないため、どこまでが真実であるか検討もつかなかった。上代画廊の触れがしばしば出て、政治に関する批判や論議を禁じ、三人以上の集会を禁じ、日没後は紅葉以外の外出を禁じ、 やがて指名者の他は途上まで差し止めの不礼が出た。月が明けて12月5日、最上下へ大目付の滝沢中太夫が来て、萩岡さないから出頭せよとの書状を示し、すぐ同行するようにと促された。萩岡は上席中老で、安田又次郎を呼び出したのも彼であった。上中へ行くのかと考えていたら、連行されたのは三の丸下にある大目付役宅で、 着くとすぐに大小を取られた上、火鉢もない狭い部屋へ入れられた。そのまま三日間何の沙汰もなく、小兵はその薄暗くて狭い、日の気のない部屋で過ごした。朝と夕方の二度、下役の者が食事を運んでき、片付けに来たが、何を問いかけても黙ったままで、一言の返事もしなかった。そして四日目の、およそ馬の時かと思われる頃、 初めて銀味部屋へ呼び出された。そこは二十錠ばかりの広さで、上段があり、その下に滝沢中大夫と二人の寄り気がいた。侍の銀味には役支配の列席する規定がある。小兵衛の制約は大番組だから、寄り合いが白が出ていなければならないのだが、そんな様子は見えなかったし、柿役の机さえもなかった。やがて萩岡中郎が、 ただ一人現れ、冗談に座った。滝沢と寄り木二人は礼をした後、小兵の方へ向き直り、穏やかな口ぶりで、これは正式ではなく仮の吟味だから、やかましい規則は省略する。そちらも楽にしてよろしいが、言葉だけは改めると言った。先月16日の夜、その方、居宅に井原智三郎が逃げ込み、かくまってくれと頼まれたそうだが事実であるか、 滝沢が尋問した答える前に申し聞かせるが、すでにその方の母たえ、並びに妻綾乃両名を吟味し、皇嫸務員が取ってある、これらとその方の返答に相違のある場合には、神を偽る者として処罰されるだろう、そこをよくよく胸に留めて答えるように。翔兵衛はためらわずに、その夜のことをすべて答えた。伊原は何も話さなかったし、 最上には関係のないことだと言った。妻のいとこにあたる者が負傷して逃げ込んだ、理由は言わないからわからないが、縁につながるものとして捨て置けず、手当てをしてやった上、翌日の夜まで自宅に寝かしておいた。とありのままに述べた。彼の逃亡にも手を貸したか。手を貸しました、と小兵は答えた。傷が軽いものでなく、 自分では十分に動けない様子でしたから。滝沢は頷いて、冗談の萩岡中郎を見た。小兵は不安になった。本当に母や妻が吟味されたとして、果たして事実を申し述べたであろうか。もしかして下手に取り繕って、ありもしないことを言ったのではなかろうか。そう思うと後者の場合の方がいかにもありそうなことのような気がし、 不安のため胸苦しくさえなった。次に尋ねるが、と滝沢が言った。伊原友三郎は日頃よりご制堂を比議し、己の意を打点ため五条大佐野図書殿を暗殺しようと図った、その方この司祭を知っていたかどうか。存じません。伊原とはほとんど付き合いがございませんし、16日の夜も彼は何も話しませんでした、と小兵が答えた。 そのようなことは今伺うのが初めてです。誓ってそう申せるか、誓ってそう申し上げます。滝沢はまた萩岡さないを見上げ、それから小兵に向かって、銀には済んだと告げた。元の部屋へ戻るとほどなく、より木の一人が大小を持ってきて返し、帰宅していいが、当分は謹慎しているようにと、穏やかな調子で注意した。正式の命令化と、 問い返そうと思ったけれど、母や妻のことが気になるので、翔兵衛はおとなしく役宅を出て行った。し、帰ってみると母も妻も家にいた。二人が萩岡中郎に呼び出されたのは事実であり、及川現地が訴状を出したというので、会ったことの始終を語った。二人の吟味はそれぞれ別に行われたが、返答にくい違いのないのが良かったのだろう。 半日ほどで帰宅を許された、ということであった。これで済むのでしょうか、とアイは心もと投げに聞いた。それとも何かお咎めがあるのでしょうか。ここではっきり断っておくが、この話は口にしないことにしよう、と小兵は自分に腹を立てているように言った。私は普段から政治には関心を持たなかった、G に行きどの騒動の話を聞いてから、 藩内の権力争奪の醜さといやらしさに、少年ながらうんざりしたものだ、政権の争いはしたい奴がすればいい、私は自分の務めだけに専念すると決めた。今度の出来事も好んでしたわけではないし、紛争の内容は知らない。罪に問われるかもしれないし、このままで済むかもしれない。いずれにもせよ最上一家には関係のないことだから、 今後どんなことがあってもこの話はしないことにする。もし罪せられるようなことになったら、酒が対災難だったと諦めるだけだ。小兵は怒りを吐き出すような口ぶりでそう言った。雪の中で年が明け、正月になった。その時藩主下尾佐の神秋吉は江戸にいたが、藩主不在の時でも、三日には衆議のため途上しなければならない。 禁慎するようにと言われたのが正式の申し渡しなら途上はできないが、ないぐらいだったとしたら途上しなければとがめられる。現にあれ以来、彼は役所への出資も控えており、必要な事務があれば下役の者が連絡に来ている状態なので、禁慎はほぼ正式なものだと思われたが、それでも念のために、歌詞の一人を大目付へやって確かめた。大目付では、途上に及ばず、 とということであったその午後、妻の綾が里の安田へ念願に行き、帰ってくるとせき込んで、今度のことについて聞いた話をしようとした。妻の様子で、何を話し出すか分かったのだろう、翔兵衛は厳しい調子で約束を忘れたのかと決めつけた。綾はドキッとし、謝罪するように、そっと目を伏せて黙った。ちょっとその手をお見せ。 小兵はすぐに声を和らげていい、妻の方へ手を差し伸ばした。その火けをした手だよ。あやは膝の上で、その右の手を左の手で隠した。小兵はすり寄って、押さえている手を離し、右手を取ってみた。親指は全部、他の資本は第二関節以下、そして手の甲から手首まで、醜い引き連れになった皮膚が光っていた。知らなかった。 こんなになってしまったのか、小兵は鋭い痛みを感じたように顔をしかめた。治療にはちゃんと通ったのだろうね。もういいと言われるまで通いました。あのごたごたでつい忘れたんだな、私が知っていたら医者を変えるとか、当時に行くとか何か方法を考えたろうのに、どうして私に言わなかったんだ。やけどは難しい病気ではありませんもの、あやは微えみながら言った。 何かいい方法があれば現地様がそうおっしゃったでしょう。片手をなくしたわけではないのですから、そんなに大事がらないでくださいまし。私の罪だ、小兵は綾が話そうとする手をなお握ったままで言った。こんな手にしてしまって、これではもう嫁に行けないじゃないか。綾の目が夫の顔へ吸い付くように動いた。小兵は冗談めかして、しかし感情のこもった声で言った。 もう嫁に行けないとすると、不都合なことがあっても離縁はできない、これは高価なものについたぞ。あやも冗談のように。では安心してわがままができますね、と言った。正月17日、小兵は城へ呼び出され、平門へ知挙と過六の内桃石の削減を申し渡された。伊原友三郎を革まい、その逃亡を助けたことが重火に当たる、というのである。 申し渡しは表情所で行われ、上代家老の佐野図書はじめ、中老、年寄りの人たちが立ち会った。公弁や意義の申し立てなどは無論できない。小兵が下城すると、大目付の者がついてきて、裏門を閉め、青竹を打った。平門窒挙となれば歌詞も置けないし、最上家の身分では召使いも一人と決まっていたから、下僕か助のの他は皆暇をやった。 さて、島流しになったわけか、小兵は皮肉に笑っていった。こうなってみると、伊原の無事を祈り、その計画というのが成功するように祈るほかはないな。五。日曜の買い物に下僕が出るだけで、家人は一歩も外出できないし、親の死は別だが、親族自由との往来も禁じられる。小兵の言った島流しとは少しも誇張ではなく、 その辞儀通りの生活が続いた。家禄を削られた絡み収入は約桃石になったが、竹の交際もないし余分の入費は不要なので、家計が苦しいようなことはなく、ただ、何もしないで併居していることになれるだけが、何に例えようもなく苦しかった。後頭日頃が最もひどかった。神経が苛立って食欲もなく、夜も眠れず、 些細なことに怒って妻を叱りつけたり、物を投げたりした。伊原はどうしたんだ、と突然怒鳴り出すこともあった。生きているのか死んだのか、自分でことを起こし、迷惑をかけないと言いながら、その結果はこのありさまじゃないか、これでも迷惑をかけないと言うのか。そんな時母はぶつまえこもり、あやは黙って忍びなくばかりであった。 ご討美が過ぎると少し気が静まり、彼は禅の書物を読みふけったり、座禅をするようになった。巻紙を盾にして、薬病草を治む、と書き、これを柱に貼ったのに向かって座るのである。どういう意味かと綾が尋ねたら、何の意味もないと小兵は答えた。永平寺で参禅した時、これを公安にもらったんだ、と彼は言った。 答案はできず自前だったがね、今度はたっぷり暇があるから、なんとか変をつけてみるつもりだ。桃亀ぐらいにまた荒れる時期があり、10日ばかりはそばへも寄れないような状態が続いた。お父様があの世で、それ見たことかとおっしゃっているでしょう、と母は泣きながら言った。そんなに未練な、取り乱した真似をするのも、みな子の母が甘やかして育てたからです。 今になってそれを後悔しようとは思いませんでした。英筆巨の味がどんなものか分かっても、と小兵衛は言った。父上はなお、それ見ろとおっしゃるとお思いですか。けれども彼はすぐに謝り、これからは慎みますと誓った。日の立つに従って、小兵衛と妻との間に微妙な感情が生まれた。綾の里である安田から、 何か援助とか力づけがあっていいはずだ。公式には往来も文通も禁じられているが、そうするつもりがあれば意思を通ずる方法がないわけではない。ことに、伊原友三郎の実母は安だけの出であり、当主の又次郎は伊原といとこなのだ。自分のいとこに責任のあることだから、そのためにでも何か償いをする気になるのが当然である。 小兵がそう思っていることは、あやにもおよそ察しがついた。里の長兄がことなかれ主義の、ひどく気の小さい人柄であることを、あやはよく知っていた。友三郎の成果である原田、八日である伊原、両家はもちろん罰せられているだろう。従って、下手に何かすれば安田にも類が及ぶ、そう考えて息を潜めているに違いない。 アにはそれが目に見えるように思い、けれども口に出しては言えないため、夫に対して絶えず引け目を感じるのであった。その年の11月に母親タエが急死した。ある朝、いつまでも起きる様子がないので、アが寝前見に行ったら、仰向きに寝たまま死んでいたのである。平穏な顔で苦しんだ様子は全くないし、 ヤグをのけてみると、寝巻きの裾も乱れてはいなかった。届けによって代目付けから、寄り気がした役人と医師を連れてきた。医師は、昇進、と診断した。悪性の滑気によくあることで、これは活気ではないが心臓に故障が起こり、昇進のため休止したのだと言った。母の実家である渡来と、安田家とに通知をすることはしたが、縄文は許されず。 通夜をした翌日の暮れ方には、葬式を出さなければならなかった。これも寺まで行けたの母やと下僕の二人で、小兵衛は門の中から見送っただけであった。母の急死がよほど答えたのであろう、小兵衛は人が変わったように恩和しく、穏やかになった。彼は生臭者を立ち、朝と夕方には仏壇に向かって、半時余りも供養をし、 ほとんどの時間を読書によって過ごした。こうして5年という月日が経った。6。伊原智三郎がことを起こしてから6年目にあたる、教法19年2月に、下尾の上千吉が帰国して住職の交代を命じ、半長の内外に思い切った粛清を行った。上大家老の佐野が家六没収の上一家追放になったのをはじめ、重臣二人が平門。 その他豊人が重家に問われ、軽い咎めや薬害ぐらいで済んだものは、およそ二十余人に及んだ。これは二十年以上も前、この藩にあった。行き土の騒動、という、領主の軽視をめぐる清掃以来の騒ぎで、すべてが落着するまでに一年余りを要した。小兵には詳しいことはわからなかった。定期的な見回りに来る大目付の役人。 それはもう以前の滝沢中太夫やその部下ではなく、新しく任命されたものだったが、彼らが言葉少なに語ることで、およその経過を知るだけであり、また、彼自身それ以上その紛争の内容などには関心がなかった。騒ぎが落ち着いてから、伊原友三郎が中老になり、国本留守役を兼務することになった、ということが分かった。 彼は三年以上も身を隠したまま、江戸や国元のおため派と連絡を続け、今度のご会心に多くの功績があったという。小兵はそんな話はどっちでもよかったが、伊原の異例な出世には喜んだ。英秩挙もこれで終わるか、と小兵はと息をついていった。七年、いや、もう八年近く経ったな、ひどいもんだ、我ながらよく我慢したものだと思う。 いろいろなことがあった中で、一番答えたのは母に死なれたことだ、片身の狭い日陰暮らしのままでね。綾はそっと、夫の手の上へ自分の手を重ねた。定期的な見回りはあるが、平穏撤去については何の沙汰もなかった。騒ぎは収まり、家中は平穏になった。見回りに来る寄り木の話によると、 鍵をおさない一派によって処罰された者は許され、放棄にされた者は批判した。ともさろうの成果である原田では、食録を加増されたということであった。だが、最上家は忘れられたように、全然音も沙汰もないのだ。小兵は落ち着かなくなり、怒りっぽくなった。交代した住職たちは気がつかないということもある。だが伊原が忘れるということはないはずだ。 ことによると忘れたのかな、小兵は何度もそう言っては首をかしげた。騒動の後始末もあるし、新任の役目に追われて、つい忘れているということも考えられる。とにかく一度手紙をやってみようか。小兵は伊原に当てて手紙をやった。五日待ち、十日待ったが、返事もないし訪ねてくる様子もなかった。 小兵は自分の元の上役である木本倉之助に訴状を出した。しかし、訴状は封のまま戻され、戻す理由さえわからなかった。次に頼木が見回りに来たとき、彼は大目付の手から上代家老に渡してくれるようにと、訴状を託した。そのとき知ったのだが、後退した上代家老は安倍田のもといい、江戸から赴任した人物だそうで、この時の訴状は、 平門撤居中の者が訴状を出すことはできない、という理由で、大目付から封のまま返されてしまった。この間に年が明けて教法21年となり、4月には年号を、原文、と改言された。小兵は伊原に当てて、もう一度手紙を書き、今度は綾に持たせてやった。もちろん妻の外出は金に触れることだが、今では監視も緩んでいるし、 兵衛には法を守るような気持ちはなくなっていた。実際にあったことを詳しく話せ、と彼は妻に言った。手紙にも書いたが、文字では実際の気持ちは到底伝えられない。お前の口から直に言うんだ、足掛け苦年にも及ぼうとする、この惨めな罪人の生活。その中で母に死なれたことも、何もかも残らず話して聞かせるんだ。遠慮することはないんだぞ、いいか。 綾は目を伏せたままうなずいた。さすがに世間をはばかって、日が暮れてのちアを出かけさせた。かすけを共に、ちょうちんもつけずに行った綾は、一刻ばかりして帰ってきたが、その様子を見て、結果の良くなかったことが明らかに推察された。イ原は会わなかったのか。お目にかかりました。綾は目を上げて夫を見、その目を伏せながら答えた。 手紙は見なくともわかっているし、決して忘れているわけでもない、けれども動かしがたいご家宝があるので、今すぐにはどうすることもできない。もうしばらく辛抱してくれるようにと、おっしゃっておいででした。ご家宝、翔兵衛は詰め寄るように反問した。動かせないご家宝とはどういうことだ。綾は封書を出して夫に渡した。伊原様が写してくだすったものです。翔兵衛はすぐに開いてみた。 この藩の家宝は42条ある、それは第18条のおつこを抜き書きにしたものであった。七、用氏は、おため筋によりフラチの行動をした者は、その主囲が範囲へおためにかなった場合、フラチの行動による罪を赦免されることがある。これに対し、その筋にもあらず、おための主囲なくしてフラチの行動を助けた者は、おためにかなわざるゆえに、 罪もまた許されることはない、というのであった。つまり、政権転覆を図った者は、政権の転覆によって罪を許されるが、その計画に加わらなかった者が、計画者を助けた罪で処罰された場合には、その罪は計画そのものとは無関係だから、政権転覆が成功しても、許されることはない、というのだ。小兵は怒って、その抜き書きを引きちぎった。 おかほがなんだ、と彼は叫んだ。あの夜枯は葉なんと言った、もし自分が江戸へ脱出できなければ、計画の全てがダメになる、何としてでも生きて脱出できるように、方法を考えてくれと言ったではないか。俺は政治は嫌いだ、とすぐに彼は続けた。政治なんぞには爪の先ほども関係したくなかったが、伊原は怪我をしていたしお前のいとこだ。 妻の縁者であり重傷を負っている者を嫌だと追い払うことができるか断ると言ってあの雪の中へ追い返せばよかったというのか俺は伊原を背負ってあの川をすねまで浸して歩いた小兵衛は次第に激高しながら言ったそして別れる時に伊原は何と言った西条のしてくれたことは俺にしてくれたのではないこの藩全体のためにしてくれたことになるんだって お前も聞いていたろう。伊原はその口でこの通りのことを言ったんだ。そうではなかったか。小兵は立ち上がり、刀を持って庭へ飛び降りた。庭には若木の八重桜が一本、もったり闘争先の花をつけていた。彼は刀を抜き、鞘を縁側に置くと、旅裸足のままそっちへ行って、絶叫しながら刀を振った。珍しいほどよく晴れた夜で、 月の光が明るく、小兵衛の刀はその光を映してきらめき、若木の八重桜は花をつけたまま、中ほどから切断されて倒れた。綾は田元で顔を覆い、懸命に泣くのをこらえていたが、桜の切り倒された音を聞くと振り返って、立ち上がるなり自分も庭へ走り出て行った。あなた、気をお沈めください。うるさい夜な、小兵衛は妻の手を乱暴に振り離した。 俺はこの藩が憎い、伊原友三郎が憎いし伊原土地のつながるお前も憎い、俺はここを出て行くぞ。小兵は泥まみれの足で家の中へ飛び込んで行き、金包みと見えるものを持って戻った。刀を拭いもせずに鞘へ納め、今へ入ったと思うとすぐに袴を吐きながら出てきた。あやは庭に裸足で立ったまま、夫のすることを黙って見ていた。 と四年もの夫婦暮らしで、小兵の気質はよくわかっている。今何か言えば、かえって怒りを煽るだけだろう。そう考えたのであるが、間もなく、縁側へ現れた小兵が傘を持ち、草履を持っているのを見て。あ、と口を押さえた。平門の身だからな、彼は草履を吐き、刀を腰に刺し、傘を持って庭へ降りた。門からも木戸からも出ない、 罪人は罪人らしく、平穏を乗り越えてゆくぞ。あなた、とあが震える声で言った。それはご本心ですか。見ていればわかる、と彼は言った。他国へ行って小敷になろうとも、こんな馬鹿げた土地にいるよりはましだ、まっぴらだ。待ってください、あは夫の袖にすがりついた。いいえ乙女めはいたしません。あなたが出ていらっしゃるのなら私も参ります。 俺はお前を憎んでいるんだぞ。それでお気が済むなら憎んでください。私あなたの妻ですから、あなたが出ていらっしゃるなら私も参ります。話せ、うるさいぞ。話しません。私も一緒に参ります。小兵は妻を突き飛ばした。綾は後ろへよろめいて膝を突き、小兵はかさぎ兵の方へ歩み寄った。そして、軌道になっているかさぎのない部分へ手をかけると、 それを外へ乗り越えようとした。その時アが走ってき、小兵の着物の袖を掴んだ。力いっぱいな掴み方で、振り離すことができない。小兵も袖のこっちを握り、袖がちぎれないようにして兵の外へ降りた。すると、その力を利用したのだろう。アは弾みをつけて伸び上がり、兵の上へ両手でしがみついた。あなたは綾を置いては行けないはずです。 とあやは悲鳴のように叫んだ。私の、この右の手を見てください。小兵は振り向いた。月が真上にあり、塀にしがみついた綾の手を照らしていた。綾の右手にある大きなやけどの、引き連れになった跡が、雲もでも張ったように光って見えた。あなたはいつかおっしゃいましたわ、とあやは震える声で言った。こんな手にしてしまって、もう嫁にはいけないなって。 小兵衛の顔が醜くしかめられた。嫁に行けなくなったとすると、アヤは続けた。不都合なことがあっても離縁はできないなーって。小兵衛の持っていた傘が、その手から落ちた。あなた、とアヤが叫んだ。そこにいらっしゃるんですか彼は、いる、と答えた。お家宝も人が定めたものです。アヤは言った。 お会心があったのですからお家宝もやがて変わることでしょう。もうしばらく辛抱なすってください。それがダメならあやを連れて行っていただきます。小兵は振り仰おいで月を見た。あなた、とあやがまた呼びかけた。やめたよ、と小兵が答えた。俺の負けだ、その手はやっぱり高くついたな。効果についたとは、支払いでか、それとも受け取りの意味でか。小兵自身でも、 どちらにつくかは知らないようであった。そこ本。山本周五郎全集第29巻を3アスナロー、新潮社。1982、昭和年6月25日発行。書出。オール読み物、文芸春秋新社。1962、昭和年10月。入力。 特定非営利活動法人春風。構成、北川松追。2022年10月26日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、h <ht> t t p s w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成。 制作にあたったのはボランティアの皆さんです。